行橋別府べ100キロウォークとは、福岡県行橋市から国道10号線を主に、大分県別府市までの100キロを、制限時間26時間以内に歩く大会である。2019年参照参加料は2010年より6000円、2014年より6200円。前日の通り、行橋市の行橋ただし八幡宮をスタートすると、各 CP に制限時間以内に到着し、 チェックを受け、そこから、再度スタートし、ゴールの別府駅そばの開門寺公園を目指す。国道10号線を基本に、行橋の砂浜や、宇佐の立石峠越え、難所の七曲り越え、別府湾の直線道路と、バラエティに富んだコースとなっている。各 CP に休憩場所が設けられているものの、その他の場所については参加者各自が、コース上のコンビニエンスストア等で行うこととなる。 また、コース沿いのコンビニエンスストア等は、駐車場を参加者のために休憩スペースを確保し、地元食堂は、格安で食事を提供し、夜間でも等々が、トイレ仕様のために開放したりと、各方面からの理解と協力があり、北は、北海道から、南は、沖縄と、毎年参加者が増加する傾向にある。また、2008年より、ゼッケンに IC タグを使用することにより、 CP でのチェック作業が格段にスムーズに行えるようになった。ありがとうございます。